づいてた。その時が来ても止めることさえもできない。苦しい思い出や悲しいこと、楽しい毎日も時が来ればいつか終わる。今がその時、忘れはしない今を、共に過ごした日々を振り返ればいつか眩しくきらめいて、さよならは言わないで、今が旅立ちの時。思い出をしまい込んだカバンを手にして、それぞれの道がある、自分の道を進む。